去る10月12、13日、日本列島を襲った大型台風19号は、記録的な大雨により各地に甚大な被害をもたらしました。中でもニュースで大きく報道されたこの光景を見て、驚かれた方は多かったでしょう。埼玉県川越市にある特別養護老人ホーム川越キングスガーデンです。被災から5日経った18日に同施設に向かいました。周囲の歩道はまだぬかるんでいます。三幸物産の看板の光るっていう字のあたりまで水が来ていたと思いますね。渡辺啓二施設長が当日の避難状況を語ってくださいました。入所者の皆さんを救出するにあたって、川越消防署とあと自衛隊の皆さん、あと長瀞のラフティングクラブの皆さんが救援に来てくださいました。水がこの下40センチぐらいまで来てましたので、お年寄りをここに抱えてボートに下ろすとか、そういうような作業で日が暮れる頃までにかかってしまった状況でございますけれども、本当に皆さんが上手に移動してくださったので、本当に助かりました。こちらはシートと呼ばれる新たに増設された建物です。20年ほど前に水難にあった教訓を生かし、 A、B 棟より6段高くした2階建てです。それでも6段目のここギリギリまで水に浸かりました。32名が入居するこちらへ、さらに70名近くを急遽移動させました。しかし途中で停電になり、エレベーターが使えず、車椅子のお年寄りを5人がかりで持ち上げ、この階段を上ったといいます。大切なデータ資料も水に濡れてしまいました。こちらに避難した皆さんが入居していた隣接の A 棟、B 棟に行くと、すでにほとんどのものが運び出され、きれいに掃除が終わった状態でしたが、水が引いた直後はご覧のありさまでした。最終的に水は150センチ近くまで達し、ほとんどのものは廃棄処分です。こちらのベッドはもう水没しているので、全部廃棄の予定です。ナースコールもほぼダメだと思います。電気関係はほぼ難しいのではないかと今思われます。多くのキングスガーデンで取り付けているこだわりの青森ヒバの浴槽も使い物になりません。ガランドになった各部屋はこれから壁を全部剥がして内装工事をしていきます。こんなの読むと涙が出てきますよね。今が幸せなんて。この玄関で当日の夜、副施設長が決死の覚悟で皆さんを守りました。ここに副施設長がソファーを置いて寝ながら、この水の上がり具合を見ていたわけですね。でもうここの一番上まで少し水が来るような状態を1時半ぐらいでしょうか、発見しまして、このままではもうダメだということでシートに移動しようということになったわけです。この花壇も先日できたばっかりなんですよ。介助員さんがこれを植えようって言って、やっとできて喜んでたとこなんですけどね。なんか悲しいですよね。でも新しいのが出てきてんですね。葉っぱとか、あっちの花もちょっと。なんか希望の感じがしますよね。そんな今の渡辺さんや職員の皆さんにとって、心の支えになっているのは、多くの励ましやこうした支援だといいます。本当に悲しい辛い出来事なんですけど、このマイナスな出来事の中に大勢の人の愛情をこう感じて、なんか温かいものをみんなこう感じながら今毎日送ることができているので、本当に皆さんのお支えがあってのことだなと思います。与える側としてはそんな大それたことではありません。今まで与えられてきたから当然のようにここに集まるのです。やっぱり自治会で何らかの恩返ししようということで、何か今日も昨日3日間ホシェルの方にございまして協力しております。で一日も早く、ね、復旧できることを願ってますので、職員の方も不眠不休で頑張っておられるので、もう無償に来ずにはいられないような気持ちになりました。
月に1回下の特養でボランティアを長年してるんですけども、入居してる方の顔も職員の方の顔とかも知っているので、どんなに大変だろうかと思って、何もしないではやっぱりいられなかったですね、大変だけど、嬉しいなとボランティアは現場だけでなく、こんな奉仕もありました。職員やボランティアの方々を食事で支えています。協会の方でキッチンスタッフと、何人かのボランティアで、100人分の食事を作って、ここに、持ってきました。今日はあちこちから、今はいろんな協会からボランティアが来てくださって、こうみんな協力してやってる感じですけど。ところで同施設は大水害にあったという報道だけでなく、100人もの利用者を全員無事に避難させた優れた老人ホームとしても大きく伝えられました。過去の水害を教訓に増設したことや、定期的な避難訓練、職員一丸となって行った必死の救出作業など、理想的な老人ホームとして世間に知れ渡りました。ニュースやネットを見られていない状況だという渡辺さんですが、ただ周囲のおかげだと感謝しています。本当にまずは神様の恵みの中にあって、皆さんが助けていただいたんだなってことを感じてます。また職員の、当日泊まった職員24名はですね、本当に、徹夜の状態でしたけれども、まずお年寄りを第一にということで、混乱もありながら命がまず守られたというのが第一でございます。それは日頃から大切にしている御言葉があるからです。法人の設立理念であります、この夕暮れ時に光があると、人生の夕暮れ時に光がお年寄りの方々に差し込んでですね、神様の豊かな恵みを感じていただいて、天国へ行く時まで穏やかに過ごしていただきたいという気持ちが強くありますし、この機会もですね、何かの神様のご計画の中にあると信じて歩んでいきたいと思っております。同施設では1ヶ月の復旧を目指し、入居者の皆さんと一刻も早くここでの生活を再開できることを願っています。